皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今日も前回に引き続き NASA 鉄道について解説します。宇宙機関が鉄道まで持ってるとはな。 NASA が線路を買い取った理由わかりました？サターン5になくてスペースシャトルにはある重いものだろ。さっぱりなんだが。じゃあ早速解説しますね。 NASA の車窓から、今回もフロリダからお送りします。この番組は地獄の沙汰も亀次第、連邦航空局の非公認でお送りします。さて、 NASA 鉄道はアポロ計画員に合わせて建設され、建設資材やロケットの部品などを運搬し続け、アポロ計画とスカイラブ計画の終わる1970年代の終わりには自前の鉄道車両を購入し、1983年にはこれまでフロリダ鉄道が所有していた線路を購入しました。自前の車両を買う理由は前回解説してたからわかったけど、線路まで買ったのはなんでなんだ？理由はこれですね。スペースシャトル？スペースシャトルの固体ロケットブースターを運搬するために購入したんです。線路を買わないと運搬できないのか？どういうことかっていうとですね、この固体ロケットブースターは打ち上げた後再利用されるので、パラシュートを開いて海に落下し、船で回収してケネディ宇宙センターに戻ってきます。なるほどな。そこでバラバラに解体されて鉄道に乗せ、ユタ州にある工場まで運ばれ、再整備と推進役の再充填をした後、また鉄道に乗せてケネディ宇宙センターまで運ばれる仕組みなんです。ユタ州ってめっちゃ遠いところまで運んでんのな。だけど耐えられないんです。何がだ？あまりの重さに線路が耐えられないんです。え、そんなに重いのか、ロケットブースターって。これですね、1本を4つのセグメントに分けて輸送するんですが、推進薬を詰めた状態で1セグメントあたりどのくらいの重さがあると思いますか？どのくらいって言われても想像がつかないな。1セグメントあたり平均150トンもあるんです。え、これたった1つでか？そうですよ。線路は木製の枕木を使用していたので、このままじゃ早いうちに破損することがわかり、より頑丈なコンクリート製の枕木に交換するために線路を買い取ったってわけです。ちなみに工事はフロリダ鉄道が担当したみたいですね。なあ、それだったら買い取りなんかせずにフロリダ鉄道に金を出してやってもらうだけでよかったんじゃないのか？これは相変わらず財政がパッとしないフロリダ鉄道の負担を減らすのと支援もあったんでしょうね。フロリダ鉄道が潰れてしまったら荷物を外に出せなくなりますしね。玄関を塞がれるようなものか。アップグレードされた線路は最高時速97キロの基準で作られてますが、 NASA の規則では時速40キロに抑えられてます。何か理由があるのか？線路の寿命を延ばすためですね。特に急ぐ理由もありませんしね。まあそれもそうだな。その固体ロケットブースターは特注のコンテナに収納されて運搬されるんですが、この画像を見てください。ブースターの間に四角いコンテナみたいなのがあるのわかりますか？そうだな、これがどうかしたのか。これってなんで交互に積んでるのかわかりますか？なんだろうな、ブースターの付属品が入ってるとかか？これですね、端にかかる荷重を分散させるためなんです。ああ、一箇所にかかる荷重を分散させてるのか。なのでこの四角いコンテナを積んだ台車をスペーサーカー、ブースターを積んだ台車をブースターカーと呼んでいます。そんなことまで考えないといけないのな。ちなみにロケットブースターのサイズは鉄道輸送を前提に設計されてるんですよ。じゃあ鉄道輸送できるギリギリまで大きくしてるのか？そういうことです。なのでたまにですけどこういうのも連結されてましたね。なんだこれ。クリアランスカーといって障害物に当たらないかどうか確認するためのものです。へえ、じゃあこれに当たるとそこは通れないってことか。障害物を除くことになりますね。なるほどな。それともう一つこういう車両もありました。これは客車か？これは PPCX プライベートパッセンジャーカーといって、障害物に当たったとか誰かに襲撃されたなど異常事態に備えて NASA のセキュリティチームが乗ってる車両ですね。障害物に当たったはわかるけど誰かに襲撃されるってなんだよ。工場からケネディ宇宙センターまでおよそ3200キロ、2週間弱かかるので途中何があるのかわからないんです。え、そんなにかかるのか？距離が長い上に鉄道会社間での引き渡しも時間がかかる理由の一つで、工場からユニオンパシフィック鉄道、カンザスシティサザン鉄道、ノーフォークサザン鉄道、
CSX トランスポーテーションフロリダ鉄道の順で引き継いでいき、NASA 鉄道に引き継がれます。バトンリレーかよ。国土が広いってすごいですね。そんなに遠いならフロリダに工場を作ればいいのに。それは難しいですね。なんでだ？スペースシャトル計画は国家計画で財源は税金ですからね。遠いからって何もかもフロリダに集めるとフロリダだけが恩恵を受けることになるんです。不公平だというわけか。コストがかかると分かっててもその恩恵を広く行き渡るようにしないとなんで。ケネディ宇宙センターの近くには作らず遠い西海岸からでも輸送してくるわけです。税金を使う以上は仕方ないのか。1983年 NASA はこれらを引っ張る機関車の更新もして新たに EMD-SW1500 を3台購入しました。前のはどうしたんだ？老朽化で引退ですね。1940年代に作られたものだっけ？まあそうなるわな。この車両はよその鉄道会社で使われていたものを購入したもので、メーカーはゼネラルモータースの子会社エレクトロモーティブディーゼル。全長 13.6m、幅 3.1m、重さは112トン。2ストロークの V12 ディーゼルエンジンで発電し、最大1500馬力を出力しています。前の S2 が1000馬力だったからパワーアップしてるのか。この車両もなかなかのベストセラーだったみたいで、1966年からの8年間で800両ほど生産されたみたいです。よく売れたから安く買えたってわけか。スペースシャトル計画を輸送面で支えてブースターや窒素などを運んだんですが、形あるものはいずれなくなるもので、スペースシャトル計画が終わった後の2015年に引退してしまいました。もう牽引するものがなくなったのか。引退した機関車3台はそれぞれ博物館へ寄贈したり鉄道会社に売却されましたね。 NASA 鉄道の歴史もここまでか。が、しかし2020年にアルテミス計画のために復活しました。ああ、あのでかいやつか。次回は NASA が新しく導入した車両とケープカナベラル向けのアメリカ軍の機関車、そしてスペースシャトル計画と一緒に散った運行会社を紹介します。え、まだ続くのか。え、男の子はみんな乗り物が好きだから続いても何も問題ないですよね。そういうところまで真似しなくていいんだよ。連邦航空局の非公認でお送りしました。次回もフロリダから解説します。ではお疲れ様でした。ちょっと待てよ、ウム。どうしたんですか？霊夢の真似はもうやめてくれ。え、どういうことですか？せっかく異世界に送ったんだ、これからは新しいイメージで行こうじゃないか。でも男の子はみんな乗り物が好きだから複数に分けてしっかり解説するべしと霊夢さんが。いや、みんなってわけじゃないだろ。車、飛行機、鉄道、船、ガンダム、男の子ってこういうのが好きらしいですよ。いや、そんなわけ。マリサさんが宝石解説してるサブチャンネルで一番再生された動画ってなんだと思いますか？ダイヤモンド解説だろ。違います、船です。マジで？女の子はヒカキンを見て、男の子は乗り物を見てるわけです。マジか、じゃあ今度は宝石の輸送について話してみようかな。